及川フラグリーン到着。イサゴ。お店の名前ね。イサゴね。イサゴ、ごめんなさい。はい。それ方言？方言じゃない。岩手弁？岩手弁？そんな感じ。そんな感じ。イサゴでした。すいませんでした。アクセントが、発音が違ったらしいです。はい。もう、クレマチのシーズンとしては終盤だよね。そう、でも一番綺麗なのは今かもしんないよね。庭はこれからだけど。わあ、ほっとり綺麗。この株で例えば何年目ぐらいとかっていうの。2年株を2個植えて多分それでプラス1年から2年。あ、じゃあ4年ぐらいの作品だね、うん、2株植えて2種類か。ああそうそうそう。あ、でこっち側はこっち側の、そうか、うん、2種類。へえ。これさ、枝ってついてるの？そう、やっぱりかなり、うちはかなり混みすぎるとやっぱり、普通はあんまりそれやる人いないかもしれないけど、うちは好みとして、おお、いやいやいや、したくないからかなりついちゃいますよ。いやだってほら、蒸れるとかさ、ね、ごちゃごちゃしすぎると、やっぱりその最終的なメンテナンスがしにくくなるっていうかさ、でもその代わり花数減るから、やっぱり人によってはもったいないって思うんじゃない。でも一時のさ、良さを取って全部枯らしちゃうぐらいだったら、パラ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 さ、ずっと咲いてる方が、なんかわびさびみたいなのだってさ、ありじゃん。その、うわって咲くだけが全てじゃないみたいな。うん、おー、いいね。いやいやいや、またこういうお金にならないことをよくやるよ。本当にお金にならないこと。いや、でもそれ分かってくれる人が言ってくれるのがちょっとありがたい。ああ、だってこう見せてさ、夢を、だから夢を売ってるようなもんだからね。そう俺らはほら、苦労とあれを、時間とかを売っちゃいけないっていう、ロマンと夢を売る仕事だからっていう。だからこういうのを見せてあげるっていうのはやっぱすっげえ大事、うん、超大事。レトロだね。いやー、ここもすごいね。これ何系？これはオリジナルの品種が多いかな、この壁は。うわー、綺麗。お前、品があるね、ここら辺の大きさ。名前ぐらい言ってよ。この紫色。これがルノカっていう品種で、で、こっち、隣違う品種でマリアラグーンっていう、でこれがホワイトライト、この3つはオリジナルかな。いいね。クレマチも夜閉じないよね。閉じない。これ夜ライトアップしたらめちゃくちゃ綺麗じゃね。かもしれない。夜のクレマチ鑑賞来ないな、人ここに。夜は熊ぐらいしか来ない。人が光つけて動物集まってきちゃった、困る。いやでもほら、こうホワイトライトっていうぐらいだからさ、光当てると絶対綺麗だと思うよ。なんかライティングの仕方とかさ、ライトも OK でいいってもんじゃなくて、少しでも、いやほら、応募クリスマスローズナイトとかってやってんだけど、要は夜しか楽しめない人だっているじゃん。昼間は仕事出てっちゃってて、そので、夜ライティングで楽しむみたいな。すごいいいね。庭行きました。ああ、庭行こう。ああ、素晴らしい。ああ、ここも販売もできるし、おお、セミナーもできるね。いいね、セミナー会場も。ちょっと、
販売中あれ用だよね、クレマチ用ね。俺にもぴったしだなうわ、おしゃれすぎ。はい、及川くんが作ったショーガーデンだよね。そうです、ね、まあサンプルガーデンっていうかね、まあでもだいぶ自分らのあのクレマスの品種の試験、自分の試験も兼ねて農場を作っ、ちょっと一部改造して、お、有料です。いやでもここはね本当価値ありますよ、見に来る価値。田んぼがあるど真ん中で、ロケーションも最高だね。いや、いいね、すごいね。今年の状況は？今年は、まあいいじゃないですかね。いいもの悪いものも、もう毎年あるから。なんかあんまり気にしてない。そう、いろんなものがあるからこそ全部がバランス取れてるっていうかね。うん、でもほら今年はこれいいなとかって思うやつあるじゃん。そのよくできたなとか。これ食香バラ？ではない。でもあれだね。なんだっけな。毛のほらすごい。アンディマルタン。オールドローズ結構植えてるんですよ。なるほどなるほど。バラ植えるとしたら。おお。見事だね。なんでこれこんな綺麗に葉っぱとかよく病気出ないね。オールドローズだからじゃないですか。よくわかんないけど。はあ。いやー素敵な色使い。いいね。いやだからこれをやるにはモリモリにしないですいてるってことだよな。そうかなりね、これ枝は全部そうなんだけど半分近くはね切っちゃうんですよ。いやだってなかなかできないよ、それだって嬉しくなっちゃって、伸びると嬉しくなっちゃってさ、これそこぞとばかりさ、これ小さい、ああなるほどね。これはちょっと試験的に新しい品種で、コンパクトなもの。いや伸びないっていうのもね、だってこんな身長ぐらいのやつなんかさ、誰もが家にやれるわけじゃねえしさ、へえ、すごいすごい。なあ、まあ一番の本当にこれは本当そうだね、少し減らすだね、すくだね、できればクレマチスの葉っぱで覆われないっていうか、ちょっと向こうがこう見えるぐらいにするイメージでやってるんですよ。なるほどね、向こうが見えるぐらいだって、あこれはそれぞれの好みだから、あの正解でも何でもないんですけど、この話は。あでもそうした方がやっぱり見えるってことは、ね、風も通るし、かもしれない、光も入るし、虫の住処になりにくいしっていう。いやーすげえなー、なるほどねなるほどね。いやでかっ、これとこれを組み合わせるの、あーなんてこった。これはローグチじゃなくて似てるけど、これはクリオネっていう、クリオネ、そのものだ、そのままなの、近いホタルイカ、踊り食いとか言って、あーこれもいいね、俺好きだな、このベタっとしてない感じが、あいつは？これはプールサイドっていう、うちのオリジナル。おお、いいじゃん。ちょっと色があんましっかり出てないかな。これで十分綺麗だけどね。花付きの良さとか丈夫さとか、そういうのをやっぱり目標にしてやってんの？そうですね、なんか、まあ、花の
数はねそれぞれのタイプによって多いもの少ないものあるから、うん、一概になんか多さだけ、うん、言えないから何とも言えないですけど、いやーかわいい、超かわいい。だからやっぱりさ結局花の良さだけを追っていくとさ、失うものって大きいじゃん、うん、病気に弱いとかさ、うん、そのハウスの中じゃないと育ちませんとか、うん、でこうやってだから試験することでね、まあ岩手は関東とはちょっと違うけどでもこう病気になりにくいとかそういうのをやっぱ見てね、うん、この白いのなんか意味あるの？特に意味ないですなんか意味速攻でもさ本当に意味のないもの多いかな。意味がないものが多いって俺。何これって。なんか意味つけちゃえばいいんだよこうやって。なんだよなんかこう。ベンチ解体して、あれかベンチの足か。ベンチの足。かっこいいなっつってここに置いたっていうだけで意味がない。ああ、なんか現代アートだべこれ。大砲？こういうねこういうセンス大好きいいよまろこういうセンスいいね野草園ギボシだなんだかんだ実はおやさんの原点コニファーみたいなコニファーも一つだもんね。うん、樹木ですね。樹木がヨマの親父の親父さんのスタートというか。ああいいね適度なこの。これちゃんと管理してるんですよ地味に。ああ。間伐して。本当だ。枝払って。ああ。で登れる人にプロの人にお願いしてちょっとずつ。ああ。まあ、結構金。かかるんで。そうだよな、うん、毎年ちょっとずつエリア決めて。うん。こっちなんかそうそう、ね、残ってる残ってやってないから、うん、この分かる一目瞭然だもんね。ちょっとパッとね分かる人見れば。ああ。いやほんと綺麗になったね整備したね。変わったっすよね。変わった変わった。うん、もっとほんと暗くて。そう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 本当にあの獣道歩いてるような感じだった。井戸風いやー素敵歩くのも気持ちいいしな。よしよしよ。いいね、これぐらいの天気だとホッとするね。うん、あの暑すぎるより、そう、植物も生き生きしてるしさ、うん、ああ、なんだっけ、かし、なんとか、羽衣かしわだ、うん、久しぶりに見た古典園芸植物ですよ、これ、うん、江戸時代から出てるやつだ、うんうん、この大きさになるまでね、何年かかってんだっていうぐらい。いや、すごいよ、これ、うん、多分この、これ一本、これぐらいになるのに、だって5、6年はかかるもん最低でも。毎年ここがね芯が立たない枯れては止まってっていうのを繰り返して、あ、まあ、ここまでかな。うん、いや支柱して上にねなんか藁でもかけて頭巻いといてやれば、うん、うわーいいね。いやーここのコニファーだってあれもねーこれも年数かかるやつはかかるんだよね。これ庭作り始めてこれで多分ここが一番古いよね。やり手掛け始めたのね実はね確か、うん、多分一番初めやってからの25年ぐらいは。うんうんでもその時植えた植物多分ほとんどもう残ってないですよ。ああ石組っていうかあだけあって、あの初めは木も含めて木はだでしょ。木は残ってるでしょ、うん、だからその時のその時植えた高山系の植物はやっぱり暑さとかでうーんとかでダメで、うーんでその後
樹木系中心にもうローメンテナンスで。そうだよね、本当だよね。で、もう手入れだって入んないですもん、ここまともに。うん。何人かで年2回か3回草取り一斉に入って。いやー、それで維持できんだからすげえよ。でかすぎるの買って。うん。俺あの使い方が好き。やっぱりコニファーの上に乗っかっちゃってるっていう。うん。ね、支柱とかもいいんだけどさ。いや、でも、へぇー。で、肥料もほとんどやってないで。うん。一部、なんか花咲かせるものだけ、ちょっと、年一ぐらいで。うん。やるけど、そのまんま。いいね。向こうの庭は、やり始めて10年ぐらいか？木のところは造成ね、造成して、うん、10年ぐらいです多分ね、うん、僕はちょい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 遊びに来てるんだけど徐々に変わっていくのがすっごい良いな、絵になるな。うわ、でかっ。クレバスで一番でかい花ってどこやの？あ、でもそこれかなり、うん、でかい方かな。もう生産してないですけど、だいぶ昔のうちわとの比較。でかっ。でかいよね、ほら。うん、すごいよね、それね。何センチだろうね。20センチ。これがだから、うちわがだいたい、うちわの直径を頭の中に入れてる人ね、業者の人しかいない。この園芸、園芸業者、うちわの大きさ知ってからって。異常だよ。違う。うわ、でかいやー、八角蓮じゃなくて、あれは、うん、いいのか、八角蓮のは、うん、うわー、化け物だ。いや、これぐらいのうちはもう次行くしかない。行かねえし、だって配れねえよ、あんただから。それ名刺作ったハガキ渡してるようなもんだろ。それもううちは結構時間経つでしょ、やり始めてから、うん、そろそろもう次の一手いいから欲しいけど、ね、いいからもう多分みんな飽きてきてるから、もうデカさ、そういうこと言うな、飽きるなんて言うな、デカさで勝負、うん、そういや今の時代に合ってねえって、大きさは小さいの作って何かした方がいいって。一周してきたな。うん、さっきのとこに。あ、行くように。戻りますよ。適度に輪が残ってるところがさ、ああいうさ。これは？これはなんかあの。でも何にも。ベンチの廃材使って。そうそうそう。いや、面白い。面白い。この溶場のセンスが。おー、クリスマスウズ発見。まだ生きてんね。まだいい色残ってんね、うん。丈夫だよね。横山園芸でしょ。そう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 、うちの。おー、よく咲いてくれてる。あ、これスノーホワイトだな。あー、いいな。ありがて。いいな、宮崎駿のなんかあれ出てきたみたいだな。映画の漫画の中では世界で会ってきたみたいだな。ファンのゴミ野郎みたいな。一歩間違えれば。ステーキス。おー、いいね。あー、シクラメン。だいぶ増えてくる。おー、良くなってきた、良くなってきた。しかもまだ全然緑。うん、あー、もうほら、ちっちゃい種もこぼれてんじゃん、ほら。うん、あー、いいの、いい。ここ1、2年で。増えてきます。そうなんだ。グッと好きになる。落ち葉の量とかが安定してくる。深さが一回多分安定すると、ものすごい良くなるんだよね。いやー。もう。あ、ここはヘデリが好きなんだね。だからコームが、そう、コームはちょっともう少し明るい場所みたい。なんとなく。そう、だからなんか数年前からもうコームはダメなんだなって思って。もうダメって言うな、ダメって。で、ここじゃないんだなっていう。ここじゃないんだなって。この場所ではね。うん。もしかしたらこっちの方とかの方が出るかも。案外。
あーで一周してきたんだね。いえ、あれはハニサ、ハニサ、あれハニサックル違う、ジャスミン、うん、ピンクのジャスミン、性能ある、あ、いい匂い、これジャスミンの匂い、うん、おー、いいね。クレバチは香りあるやつないもんな。一部あるけど、まあでもこんなに、こんなに、うん、まあまあね、クリスマスローズもそうだけど、はい、一部あるけどっていう、金ポゲ科はちょっとあんま多くねえからな。めちゃくちゃ田舎で来るのが大変なとこだけど本当にいいとこなんだよね、ここも。いや、一度は来る価値あります。ここは一度と言わず二度と三度と、出し惜しみするやつだから、あの、何回か来た方がいいと思います。出し惜しみしてるかもしれない。めちゃくちゃ出し惜しみしてんだろうよし、じゃあくれますいいね、品のある花で終わります